向こう？そうですね、奥の部屋です。あ、そこですね。合ってます。紐が。抱いたら全然重さちゃん全然ちゃう。どうしいってこれ。分かったな、ポンちゃん。え？あんたおとなしいから。うん、この人はな、気が関係ない。あれはすごい入ってた。そうそう、かわいいわ。ああ、猫のな。ポンちゃんかな。あら、ゴロゴロして。ああ、なに。どういう感情それ。どういう気持ちだった今の。めちゃくちゃしてる、うん、気になる。でも穴ついて、猫かわいい顔やで。キュルン、ベーピンさんなってきた。キュルンって顔してるよ、男前。そうそう、どういう声なんて。あんま泣かんねんけど。そうなん、もかへん、なんかそうなん、珍しいね。あら、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 お姉ちゃん好きな。どういう気持ちなん。匂いが嫌な。あ、そうなん。でもなんか、なんか懐いてる感もあるけど。ニコニャン、ニコニコニャン、何してんの、あんた。あ、そっちの部屋分かるよ、ニコ。えら可愛い声で泣くやん。わあ。え？え突然。何寄ってくる？うん、でも尻尾ピンしてしてるからご機嫌やと思うんやけどね。なんでこっち？ニコ。ニコ。寝室入ったのかな？最近勝手に入るよな。開いてない。ケージの中入る。あらあら、逃げるね。病院、それ嫌いか。ち、しゃあない。しんちゃん。しんちゃん。ち。あらあら。ダメダメ。あ、なんとまで出てこようとする。押さえてようかな、じゃあ。しんちゃん。本と一緒に行かんとあんたはダメなんだよ。泣いちゃうよ、じいちゃん。はい。はい、食べよ。はい。OK。よし、話入った。よし、じゃあ行きましょう、病院ね。なんでお父さんだけあんなに暴れるの。確かに、そんな暴れそうな感じじゃないけどね。
引っかかったの？引っかかったの？ちょっと。ポンちゃん。うん。ポンちゃん。引っかかった。お腹ちょっとこれ。大丈夫？もう出れへんやろあんた。ちょっと出したって出したって。自分気でなんか覚えたの。あ、ほんと？ポンちゃん。ちょっとポンちゃん。ちょっと出して。ちょっと下見あんた。どうなってんのかちょっとよく分からない。ちょっとこっちも向けれた。あ、どうやって入ったん、もんちゃん。入るとこちょっと間違えたんな。じゃあ、しゃがらここから入るよ、こんな。え、ここから入って、途中で つかかってそうなの、いつもここに入るやん、あんた。じゃあ、間違えた。間違えたんやな。もう。ぎょって顔してるけど。そりゃぎょってなるよ、引っかかってるよ。かわいい。これ。どうしよう、これほどいたらいいんじゃん。ほどいたらいいね。ズドドって落ちんように、ね、ポンちゃんを押さえながら、ポンちゃんもぞもぞしてる。ポンちゃん、はい、そっちから、ポンちゃん、こっち、はい、こっち、こっち、こっち、あ、ちょっと待って。あストーンの方がいいね。ストーンって落ちよるかも。ストーンの方がいいね。あ、そう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 、オッケーオッケー、降りておいで、降りておいで、うんうんうん、降りておいで、引っかからないで、ちょっと、あ、だだだだだ、はいはいはい、おお、落ちた、落ちた、よかったね、よかったね、おやんちゃせんのよ、怖かったね、引っかかってた、おかえりですぞ、おかえりですぞ、ちょっと見して見して、あ、寂しくなるね。ちいちゃん、あれちいちゃんしか見えへん。あ、後ろにポンいるわ。じゃあね、ちいちゃん。ちい、じゃあね、元気でね。やっと帰れるな、あんたら。オッケーオッケー。ありがとうって、いろいろ忘れてやりました。うんうん、かまわん。もうすぐまた会えるから待ってるよ。また、まあ、すぐに行くんよ。そうそう、待ってるからね。やーね、人間。あんたよくしたね。おいおい。Mm-hmm.